爆益を取れるミームコインの3つの共通点、あなたに教えちゃいます。そして3つ全てに当てはまる銘柄はこれです。どうも皆さんこんにちは、クリプト機動隊のマリです。本日の動画では2021年頃から圧倒的な利益率で投資家たちを魅了し続けているミームコインについて解説していきます。そもそもあなたはミームコインと言われたら何を思い浮かべますか？シワ、同時、コウ、ここ数年話題になったものだけでもいろいろありますよね。さらには今年5月から6月頃大きな話題になったペペなどもありますが、これらはいち早く投資をした方に大きな恩恵、大きな資産としてもたらしています。数時間もしくは数分のタイミングの違いで数倍の値上がりしか取れなかった人、数千倍の値上がりを取ることができた人、最悪は逆にマイナスを出してしまった人に分かれてしまいました。今日は参入タイミングによっては爆上げを取ることができた銘柄の共通点、またそういったコインの選び方や購入タイミングを逃さないための方法を全て共有していきます。さらに今日お話しする爆益を取れるコインの共通点に今最も当てはまるコインを一つあなたに教えちゃいます。個人的にはほぼ確実と言っても良いくらい高騰をすると感じている銘柄なのですが、先に言っておくとあなたは 99% 知らない銘柄だと思います。ぜひ楽しみにしていただくとともに、ミームコインで爆益を狙っている方はぜひ今日の動画は飛ばさずに最後までご覧ください。ここでクリプト機動隊からお知らせです。我々は現在の仮想通貨市場をリサーチし、可能性のあるコインの精査をチームで進めています。現在の仮想通貨市場は信頼度に欠ける情報が横行していますが、中には本当に100倍以上の価格上昇を狙える情報も多数存在しています。この本物の情報さえ入手すれば、仮想通貨投資で億の資産を築くことは簡単です。ただこうした貴重な情報は通常のリサーチ方法では簡単に入手できません。そこで我々クリプト機動隊は、投資で各々が1億円以上の資産を構築したメンバー同士で意見交換をし、徹底的に精査した情報のみを LINE 登録者限定で公開しています。本気で100倍銘柄を狙っていきたい方は、この動画の概要欄からクリプト機動隊の公式 LINE とチャンネル登録をよろしくお願いします。正しい知識を持って一緒に資産を築きましょう。それでは動画の続きへどうぞ。それでは早速本編に入っていこうと思うのですが、そもそも改めてミームコインって何なのでしょうか？ミームコインというのは一言で言えばパロディやネタ的な要素を取り入れた仮想通貨のことです。その多くがプロジェクト自体の中身がない場合も多いです。代表的なもので言えば、冒頭お伝えしたようにシワ、同時、コ、最近ですとペペなどがこれに当てはまります。そして先ほどお伝えした通り、プロジェクトの内容自体がないので、これらのほとんどが短期目線での取引が主体になってきます。ミームコインの魅力としては、ビットコイン、イーサリアム、BNB などの主要通貨と違って、なんといっても数千円、数万円の低資金からでも大きく稼げるということです。逆に主要通貨と違ってデメリットとして一番大きいのが、スキャムを捕まされることもある。最悪の場合コインの配布がないまま終わったりして資金だけ抜かれる可能性があるといったことですね。ここまでお話してきて、ミームコインってどういうものでどういったメリットデメリットがあるということがある程度はご理解いただけたかと思います。ここからはミームコインの魅力を過去の事例から共有していきます。まずはシバです。2021年に50万倍の大高騰、イーロン・マスク氏の柴犬に関する匂わせツイートと途方もない数の大規模バーンによる高騰でしたよね。そして同時ですが、同時に関しては柴と同じ理由で200倍の大高騰を見せています。3つ目にもはやキングオブミームとも言えるコウコイン、まだ数百倍とか数千倍の価格高騰は見せていませんが、プロジェクト内容が明かされないまま誕生して即9つの大手取引所に上場したサプライズ上場でした。イーロン・マスク氏の X での発言をはじめ、プロジェクト内容の発表などファンダがあるたびに大きく価格を動かす銘柄ですよね。今後も価格高騰が期待されています。そしてペペです。誕生して2ヶ月で5万倍の大高騰。このペペに関してですが、今年の4月に登場し、取引開始から数日で4000倍以上の高騰を見せ、そこから仮想通貨ニュースサイトで毎週のように取り上げられ、最終的には5万倍の価格をつけました。ミレディコインも外せないですね。こちらもペペと同じく今年に入って大きく話題になり、100倍以上の価格上昇を見せた銘柄になります。このミレディに関してはこのようにイーロン・マスク氏の発言が元になり、上場後の早い段階で50倍の価格をつけました。まだまだ Twitter を X に名称変更した際にできた X トークンや、イーロン・マスク氏がデスノートが好きというだけで価格を伸ばした L や、最近ですとポケモンなどもあり、上げ出すとキリがないのですが、ミームコインで話題になり大きく価格を上げたものといったらこの辺がポピュラーじゃないでしょうか。この中のどのコインでも少額でも投資できていれば、あなたは今や数百万数千万円という資産を手にできていたかもしれないんです。投資しておけばよかった、一度や二度こう思ったことは絶対にあるはずです。ここからはそんな過去の我々と同じ思いを持つ方のためにも、ミームコインで大きな価格上昇を見せる銘柄を選ぶコツを共有していきます。結論、その方法は3つあります。
1、優秀な運営と開発陣の過去実績。2、突発的な上場。複数取引所の上場や大規模バーン。3、プロジェクトに大きく影響を及ぼす人物やキャラクターが関与していること。この3つです。1つ目の優秀な運営、開発陣の過去の実績を例を出して解説すると、先ほど少し触れたエルに関しては芝の運営とのつながりが噂されていたり、2つ目の電撃的な上場、複数取引所の上場、大規模バーンでの例を挙げれば、コウやペペ、ミレディは誕生して即電撃上場で大きな価格上昇、複数取引所に上場することで大きく価格を上げるか、話題になって広く認知されたことで根強いファンを獲得しました。3つ目の大きく影響を及ぼす人物については、今挙げた銘柄のほとんどがイーロン・マスク氏や、彼が興味のあるコンテンツだったり、マスク氏の発言がきっかけになって大きな価格高騰を見せ認知されました。イーロンが関与していないポケモンやペペに関しては、国内外問わずファンがいる広く認知されたキャラクターがモチーフになっています。ミームコインはこのように、これら3つのポイントを最低限抑えている銘柄やプロジェクトが高騰していることは明確ですよね。そして現在我々はこれらの要素を抑えた最新のミームコインプロジェクトの情報を掴んでいます。少し動画が長くなってしまいそうなので、次の動画でより詳しくこのコインの内容は掘り下げて解説したいのですが、先に名前だけでもお伝えしておくと、この通貨は山犬コインというミームコインです。こちらですね、モチーフとなっている山犬のイラストは、日本で1997年に大ヒットしたジブリ映画もののけ姫の山犬がモデルとなっています。そしてこの銘柄、なんとあのイーロン・マスク氏との関係を噂されています。実は過去イーロン氏は X でもののけ姫について投稿しているんですね。その投稿では同時に、先日紹介させていただいた仮想通貨エルのモチーフでもある日本を代表する漫画デスノートに関してもツイートしていました。デスノートの主役の一人エルをモチーフにしたミームコインエルは上場後70倍以上に価格急騰し、傾向的には今回の山犬も非常に似た状況です。明らかに他のコインと比較して上昇しやすいと考えています。山犬に関して今後の情報も欲しいという方には、限定的に LINE で配信していきますので、この動画を見た後に我々の LINE にキーワード山犬とメッセージをください。山犬のファンだなど引き続き情報を共有していきます。他にも動画へのご意見や感想などがあれば、ぜひコメント欄や LINE でお待ちしています。今日の動画が少しでもためになった、興味深かったという方は、高評価のグッドボタン、我々の YouTube のチャンネル登録、LINE のご登録をしていただき、動画への感想なども送ってきていただけたら幸いです。ご希望であれば、今我々の公式 LINE にご登録いただいた方には、今日現在最も最短最速で100万円1000万円という規模の資金を作っていくための動画ではお伝えできない資産構築術を一つ厳選して共有します。大人数にはお伝えできない内容なので厳選はしますが、あなたの状況や資産投資経験は一切関係ない、誰でも再現可能なものを厳選しますので、ぜひ楽しみにしていてください。またこの時期限定のメイン特典とは別に、通年特典として流れの通り進めていただくだけで、1ヶ月で1万円を5万円、5万円を10万円、10万円を100万円、150万円と増やしていくための流れをまとめたクリプト機動隊オリジナル資産構築ロードマップを無料でプレゼントします。短期で資金を大きく増やしたいという方は、ぜひ公式 LINE へのご登録をお待ちしております。こんな感じでクリプト機動隊の動画は、仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方はクリプト機動隊の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE のご登録をぜひしていただければと思います。クリプト機動隊が仮想通貨投資で資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、良い案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっとクリプト機動隊の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度で良いから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もいただいたりします。ただそんな時にクリプト機動隊に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ず、1、チャンネル登録、2、公式 LINE の登録、こちらを必ずしていただければと思います。クリプト機動隊もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたらと思います。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。